キリストの光、キリストの光、神に感謝。キリストの光、神に感謝。神の使いを天に集い、声高らかに喜び歌え、偉大な王の勝利を祝って角笛を吹き鳴らし、救いの技を褒めたたえよ。まばゆい光を浴びた大地を喜び踊れ、永遠の王の輝きは地を照らし、世界を覆う闇は消え失せた。母なる教会よ、救いの光を浴びて喜び歌え。この神の家も人々の賛美をこだませよ。主は皆さんと共に、心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。目に見えない神、全能の父と、神の一人子、主イエス・キリストを心を尽くし、声を限りに称えることは、まことに尊い大切な務め。キリストは私たちのために血を流して、永遠の父にアダムの罪の被災を返し、その重荷を解いてくださった。今日こそ、まことの吸い越の祝い、神の子羊が贈られ、信じる者はその地によって神の民となる。この夜、神はイスラエルの民をエジプトから救い出し、無事に航海を渡らせてくださった。この夜、神は火の柱の輝きによって罪の闇を打ち払われた。この夜、キリストを信じる全世界の人々は、罪の暗闇から解放されて、救いの恵みを受け、聖霊の交わりに加えられる。この夜、キリストは死の枷を打ち砕き、勝利の王として死の国から立ち上がられた。慈しみ深い父よ、あなたの愛は限りなく、奴隷の民を救うために一人子を渡された。アダムの罪、キリストの死によって贖われた罪、栄光の救い主をもたらしたこの神秘を、この聖なる夜、悪は打ち払われ、罪は清められ、恵みが注がれて、喜びが満ち溢れる。聖なる父よ、天と地、神と人とが結ばれたこの尊い夜、あなたの教会が奉仕者の手を通して捧げるこのろうそくを賛美の生贄としてお受けください。このろうそくが絶えず輝き、夜の暗闇が打ち払われますように。その光は夜空に轟き、沈むことを知らぬ明けの星、キリストと一つに結ばれますように。キリストは死者のうちから復活し、人類を照らす光、夕に至るまで、アーメン。皆さん、ろうそくを消してください。
皆さん、これから心静かに神の言葉を聞き、神が人類の歴史を通してどのようにご自分の民をお救いになったか、また時が満ちてどのようにご自分の子を救い主としてお使わしになったかを黙想しましょう。それでは係の方、よろしくお願いします。創世記。はじめに神は天地を創造された。神は言われた。我々に語り、我々に見せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させる。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配する。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。神の御言葉。アーメン。祈りましょう。聖なる父よ、あなたは人間を優れた方法でお作りになりましたが、さらに優れた方法で贖ってくださいました。私たちが力を尽くし誘惑と戦い永遠の喜びに入ることができますできるよう導いてください。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。創世記。その日、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人をイサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。神が命じた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、火を伸ばして刃物を取り、息子を放ろうとした。その時、天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが、今わかったからだ。あなたは、自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹の羊が角を取られていた。アブラハムは行ってその羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いが言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。
あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。神の御言葉。祈りましょう。信じる者の父である神を、吸越しの神秘によって今、神の民は全世界に増え、アブラハムは約束された通り、すべての民の父となりました。私たちもあなたの招きに応えて、信仰の恵みに生きることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。エジプト記。その日、追い迫るエジプト軍を見て、イスラエルの人々が非常に恐れたとき、主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。しかし私はエジプト人の心を固くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時、私はファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。私がファラオとその戦車、騎兵を破って栄光を表す時、エジプト人は私が主であることを知るようになる。イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の御使いは移動して彼らの後ろに行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った。真っ黒な雲が立ち込め、光が闇を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はヨモスガラ、激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。エジプト人軍は彼らを追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱からエジプト軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。戦車の車輪を外し、前に進みにくくされた。エジプト人は言った。イスラエルの前から退却しよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。主はモーセに言われた。海に向かって手を差し伸べなさい。水がエジプト軍の上に、戦車、騎兵の上に流れ返るであろう。モーセが手を海に向かって差し伸べると、夜が明ける前に海は元の場所へ流れ返った。エジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼らを海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、戦車と騎兵、彼らの後を追って海に入ったファラオの全軍を追い、一人も残らなかった。
イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだが、その時水は彼らの右と左に壁となった。主はこうしてその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見て、イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。モーセとイスラエルの民は主を賛美して歌を歌った。神の御言葉。祈りましょう。救いの技を今も私たちの間に続けてくださる全能の神を、選ばれた民をファラオの迫害から解放されたように、あなたは今洗礼の水によって人々を救いに導いてくださいます。アブラハムの子孫に約束された栄光に全世界の人々が預かることができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。イザヤの預言。エルサレムよ、あなたの造り主はあなたの夫となられる。その皆は万軍の主、あなたをあがなう方、イスラエルの聖なる神、全地の神と呼ばれる方。捨てられ苦悩する妻を呼ぶように、主はあなたを呼ばれる。若い時の妻を見放せようかとあなたの神は言われる。わずかの間私はあなたを捨てたが、深い憐れみを持って私はあなたを引き寄せる。ひととき激しく怒って顔をあなたから隠したが、常しえの慈しみを持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は言われる。これは私にとってノアの洪水に等しい。再び地上にノアの洪水を起こすことはないとあの時誓い、今また私は誓う。再びあなたを怒り責めることはないと。山が移り丘が揺らぐこともあろう。しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないとあなたを憐れむ主は言われる。苦しめられ嵐にもてあそがれ、慰めるものもない都よ、見よ、私は安置門を使ってあなたの石を積む。サファイアであなたのもといを固め、赤メロンであなたの塔を、エメラルドであなたの門を飾り、地境に沿って美しい石を連ねる。あなたの子らは皆主について教えを受け、あなたの子らには平和が豊かにある。あなたは恵みの技によって固く立てられる。虐げる者から遠く離れよ、もはや恐れることはない。破壊する者から遠く離れよ、もはやそれはあなたに近づくことはない。神の御言葉。神の御言葉。
りましょう。全能永遠の神よ、信仰の先駆者に与えられた約束の通り、あなたの子供たちを増やしてください。預言者の待ち望んでいたことがここに実現していることを教会が悟り、信仰の喜びを新たにすることができますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。イザヤの預言、主は言われる。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、与えを払うことなくブドウ酒と乳を得よ。なぜ糧にならない者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よう。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束された真実の慈しみのゆえに、見よ、かつて私は彼を立てた諸国民への証人とし、諸国民の指導者、当事者とした。今、あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたは知らなかった国は、あなたのもとに発生参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられる。イスラエルの聖なる神のゆえに、主を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいます、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してください。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。神の御言葉。神の御言葉。祈りましょう。全世界の希望である神よ、今晩祝う神秘の意味をあなたは預言者によって明らかにしてくださいました。あなたの息吹によって私たちのうちに救いの神秘を豊かに実らせてください。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。バルクの予言。
けイスラエルよ、命をもたらす戒めを、耳を傾けて悟りを得よ。イスラエルよ、なぜなのか、なぜお前は敵の地におり、異国の地で年を重ね、死者と汚れを共にし、黄泉に下る者の中に数えられたのか。お前は知恵の泉を見捨て、神の定めた道を歩んでいたなら、永遠に平和のうちに暮らしていたであろう。学べ、どこに悟りがあるか、またどこに力があり、どこに知識があるか、そして知れ、どこに長寿と命があり、どこに目の輝きと平和があるかを、一体誰が知恵のありかを見出しただろうか、誰がその方向に入っただろうか。すべての知る方だけが知恵を知り、ご自分の力でそれを悟り見出されたんだ。その方はあらゆる時代に備えて全地を整え、それを子息の獣で満たした。その方が光を放すと光は走る、一声命じると光はおののいて従う。星はおのおのの持ち場で喜びにあふれて輝き、その方が命じるとここにいますと答え、機器として自分の作り主のために光を放つ。この方こそ私たちの神であり、他に比べべきものがない。この方は知識の道をすべて見出し、それをしもべヤコブと愛するイスラエルに与えた。その後、知恵は地上に現れ、人々の中に住んだ。知恵は神の命令の書、永遠に続く律法である。これを保つ者は皆生き、これを捨てる者は死ぬ。ヤコブよ、立ち返ってこれをつかみ、知恵の光に目を注ぎ、その輝きに向かって歩め。あなたの栄光を他の者に、あなたの特権を異国の民に渡してはならない。イスラエルよ、私たちは幸いだ。神の御心にかなうことを知っているのだから。神の御言葉。神祈りましょう。諸国の民を招いて教会を成長させてくださる神よ、私たちの祈りに耳を傾け、洗礼によって新しく生まれる人をいつもお守りください。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。エゼキエルの予言。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの家は自分の土地に住んでいたとき、それを自分の歩みと行いによって汚した。それゆえ私は憤りを彼らの上に注いだ。彼らが地の上に血を流し、偶像によってそれを汚したからである。私は彼らを国々の中に散らし、諸国に追いやり、その歩みと行いに応じて裁いた。彼らはその行く先の国々に行って、我が聖なる名を汚した。事実、人々は彼らについて、これは主の民だ、
彼らは自分の土地から追われてきたのだと言った。そこで私はイスラエルの家がその行った先の国々で汚した我が聖なる名を惜しんだ。それゆえイスラエルの家に言いなさい、主なる神はこう言われる、イスラエルの家よ、私はお前たちのためではなく、お前たちが行った先の国々で汚した我が聖なる名のために行う。私はお前たちが国々で汚したため、彼らの間で汚された我が大いなる名を聖なるものとする。私が彼らの目の前でお前たちを通して聖なるものとされるとき、諸国民は私が主であることを知るようになると主なる神は言われる。私はお前たちを国々の間から取り、すべての地から集め、お前たちの土地に導き入れる。私が清い水をお前たちの上に降りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。神の御言葉。神に感謝。祈りましょう。永遠の光である神よ、全世界を顧み救いの計画を力強く進めてください。倒れた人を起こし、古いものを新たにし、キリストによって全てを一つに集めてくださいますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。ではご一緒に栄光の賛歌を行いましょう。天の御高きところには神に栄光、地には全の御に恵まれ、我ら主を褒め、主を称え、主を褒め、主を褒め、主の至る栄光のゆえに感謝したてまつる。神なる主、天の王、天皇の地なる神よ、地なるもう一人もイエス・キリストよ、神なる主、神の子羊、地の御子よ、世の罪を解くためを死よ、我らを憐れみたまえ、世の罪を解くためを死よ、我らの願いを聞き入れたまえ、死の御りなしためを死よ、我らを憐れみたまえ、死の御聖なり、死の御王なり、死の御と高しいイエス・キリストよ、聖霊と共に、なる神の栄光のうちに、アーメン。祈りましょう。
この神聖な夜を主イエスの復活の光で照らしてくださる神、あなたの家族に加えられる人々が神の子供とされる霊を受け、新しい人となってあなたに仕えることができますように、聖霊の交わりの中であなたと共に世に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん、あなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。神の御言葉。主は皆さんと共に。マルコによる福音。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝、ごく早く日が出るとすぐに墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられた
ナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。キリストに賛美。キリストに賛美。どうぞおかけください。主のご復活祭、おめでとうございます。世界の中で、カトリック信者は約12億人です、とはよく、聞く数です。でそれは洗礼を受けた人の、統計から確かめられます。でも実際信じている人、教会に通っている人の数は少なくなります。12億人が実際教会に毎週来たら入れないんですよ、教会に。正確な信者の数、もちろん洗礼台帳がありますけども、より正確な人数がもう一つあります。それは殉教者と聖人の数です。これも教会 の統計上はっきり出ます。でこれに関しては誰も疑問を持ちません。というのはよく調べた上でこの数が出てくるからです。この2000年の間、全ての殉教者と全ての聖人の数は、それはものすごい数になると思います。でなぜこんな話をするかというと、よくテレビで健康食品があるわけです。膝が痛かったりとか腰が痛くとこれが効きますよという CM が出てきます。で、それがよく出てくるのは体験談が、出てくるわけです。私はこれを飲んで元気になりましたと。で、注文する人が増えてきます。で国の機関、公の機関がこの CM に関して、注意を出してるんですね。ある人の体験談を鵜呑みにしないようにということ。その人には確かに効き目があったかもしれないけども、他の人に効いたかどうかはわからないということなんですね。何万人の中の数人が効いただけかもしれない。他の人には効かなかったかもしれないということ。それから、また効果を宣伝しますけどね。でもそれが本当に信頼できるところで、大学なんかで実験されたかどうか、それも確かめるようにと呼びかけています。カトリックの信仰は、それを証しする殉教者と、聖人がたくさんいますので、しっかり検証した数です。また、長い間、大学でカトリックの信仰内容は研究されてきました。世界で名門と呼ばれる大学はほとんど神学部を含めた学部からスタートしています。殉教者と聖人、そしてカトリック大学の研究はキリストの復活と切り離せません。すべてがキリストの復活を証ししています。同時に復活は神秘ですね。でも神話ではないわけ。キリストは死から命へ移りました。主は今も生きています。これが人たちの信仰、教会の受け継いでいく信仰です。で現在のカトリック教会のカテキーズに次のように書いています。キリストの復活はこの世の命への復帰ではありませんということ。この世界にまた帰ってきたという復帰じゃない、蘇生とは異なりますよということです。そして誰も、人たちでさえキリストの復活それ自体を目撃した人はいないんですよ。今日の先ほどの福音にあるように空っぽの墓だけです、聖書もどんなふうにして復活したか、その描写は書いていません。
カトリック教会の聖人神学者であるニッサの聖グレゴリオはこう言います。人間イエスの霊魂と肉体は死によって分離したと。で、霊魂と肉体にそれぞれ神様のペルソナが存在していた。で、もともとこの神様のペルソナは一つなので、合体することによって復活するということです。だからもともとの神様の状態になったということです。それが復活です。人間と神様であったイエス様が完全に神様に戻ったことです。それが復活だから二度と死なないわけです。ミサのために私たちがいただくご聖体は神様そのものということですね。主は誠に復活された、アレルヤ。宣伝の約束の更新をいたします。皆さん、今一度ろうそくに火を灯しましょう。皆さん、私たちは主の吸い腰の神秘によってキリストと共に葬られ、キリストと共に新しい命に生きるものとなりました。春節を終えた今、悪霊を捨て神に従うという洗礼の約束を新たにしましょう。ご一緒に信仰宣言。天地の創造主、全能の父である神を信じます。死の一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死に葬られ、黄泉に下り、三日目に死者の力を復活し、天に昇って全能の父である神の右の座につき、聖者と死者を裁くために来られます。聖霊を信じ、聖なる縁の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。主イエス・キリストの父、全能の神は、水と聖霊によって私たちに新しい命を与え、すべての罪を許してくださいました。神の恵みによって私たちがいつまでも主イエス・キリストにとどまることができますように。アーメンとおっしゃってください。皆さん、私たちは主の吸い腰の神秘によって洗礼の時にキリストと共に葬られました。それはキリストと共に新しい命を生きることでした。春節の務めを終えた今、悪霊を捨て神に従うという洗礼の約束をもう一度新たにしましょう。では皆さん、あなた方は神の子の自由に生きるために罪の技を退けますか？退けます。罪に支配されることがないように悪を退けますか？退けます。神に反するすべてのことを退けますか？退けます。あなた方は天地の創造主、
全能の神である父を信じますか。信じます。父の一人子乙女マリアから生まれ、苦しみを受けて葬られ、死者のうちから復活して父の右におられる主イエス・キリストを信じますか。信じます。聖霊を信じ、聖なる復縁の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますか。信じます。主イエス・キリストの父、全能の神は、水と聖霊によって私たちに新しい命を与え、すべての罪を許してくださいました。神の恵みによって私たちがいつまでも主イエス・キリストにとどまることができますように。アーメンとおっしゃる。どうしてください。共同祈願をいたします。キリストは全人類の救いのために罪と死に勝ち、輝かしい勝利を得られました。私たちに先立って栄光に移られた主に大きな信頼と希望を持って祈りましょう。全教会が復活への信仰を強め、世界の中にあって救いの印となることができますように。主イエスは世を照らす光、アレルヤ。救いを求めているすべての人々を主の復活の光で照らしてください。彼らが誠の希望に支えられて困難に打ち勝つことができますように。主イエスは世を照らす光、アレルヤ。今日洗礼の恵みを受けて新しい命に生まれた人たちに精霊を注いでください。生活を通して主の復活を明かすことができますように。主イエスは世を照らす光、アレルヤ。神である父よ、あなたは御子キリストを人類の頭として復活させ、私たちがキリストのもとに一つに結ばれることをお望みになります。主の食卓を囲んで心を合わせて祈る私たちを強め、あなたの愛を豊かに注いでください。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。